はい、今ねどこにいるかっていうと、沖縄県の恩納村にいます。恩納村っていうのは、まあ、いろんなリゾートがあることで有名です。なのでちょっとしたリゾートホテルに泊まりたい人、ビーチのリゾートホテルに泊まりたい人はここに来るんです。この辺りそれなので、おしゃれなお店が結構あります。左右にねこの道今58号線、走ってるんですけど、まあこの感じです。まあ、今の時間まだ4時5時ちょっと前なんでね、閉まってる店が多いですけど、これから、開く感じです。沖縄料理のお店とかね。タイガービーチという左にありますね。こういったビーチちょっと行ってみたいけど、まあこれ基本的にリゾートのね持ってる、ビーチですね。でもまあ入れるとこは入れますよ。あのその泊まってなくてもね。あそこの前方に見てるのあれはリゾートか、あれはなんだろう、結構多いですね。あそこからの景色が多分最高に見えますよ。カフーか、カフーリゾート、カフーリゾート、まあこんな感じです。で今こう左側にちょっとビーチが見えてると思うんですよね。まあ、ここから多くのリゾートが出てきます。海も綺麗です。でちょうどこの西側に位置しているので夕日が、まあ、左側に見えて綺麗で、見えてきます。で、左がサンマリーナ、ビーチです。でこの地点は名護まで29キロ、27号の29キロ手前です。南で今これが左がシェラトンですね。いいですね。だから公共ホテル溜まってますよ。インターコンチなんかもありますしね。なんかすげえ花火、なんかすげえ火薬の火ですね。石垣牛とか有名ですけどね、あとアグー豚とか、まあ、そういったところが食べれる、ね、ところが多いです。沖縄ってどっちかっていうと魚というよりもね肉って感じですけどね、魚はまあどうしても暖流の、影響、まあ寒流の方がやっぱりね、寒流に揉まれてたらねやっぱり魚って美味しいと思うんですよ。身が締まってね、同じ魚でもね。で左の、沖縄リゾートです。多いですね。これ高級リゾートがありますね。これちょっとしばらくゆっくりとリゾートホテルでね泊まってゆっくりしたいなっていう気分ですけど、まあ自分の場合は今ね、本当いろいろといろんなとこ行っても撮影してますけど、だいたい撮影終わったかなって感じがします。で、次のところまでインターコーチがまだ先なんですけど、そこまで行くのにもうちょっと距離があります。なんで、まあ、たまにこういうふうにね、あまり店がなくなったりするわけですけどね、この後まだ出てくるわけです。万座網がこの先です。だから万座網とか、ね、万座網のビーチ、万座網があって、そういったところもなかなかいいです。で今左側に、ビーチが見えてると思います。外国人の姿も結構ありますね。でここがチャチャで、ここからまた少しお店が増えてくる。パラセールの店があるもんね。シロテアン、なんか沖縄の家を見てると、まあすごく頑丈です。台風とかやっぱり多いですから、やっぱり頑丈に建てないとね吹き飛ばされてしまいますから、屋根がないです。昔はだから琉球瓦を使ってたところが多いですけど、最近のね家は琉球瓦使わないんですね。屋根がつけれないです。まあこんな感じですね。
で、このようにゆっくり走る車は左側へということで、速く走る車は右。